バタコさん、早くして。なしてんねん。こらこら、人が話してる時にスマホいじりはやめなさい。はい、鼻をほじらない。食べるな。聞いてるのですか、教頭先生。教頭かい。やったわ、私たち勝った。油断が己を滅ぼすのだよ。キャサリン、後ろ。どういう状況？実験しよう。なるべくひどい絵を描いて。人の話聞いてた？うま。お前みたいなゴミクズは出てけ。お、敬語で言ってください。君は我が校の誇りだ。卒業おめでとう。あーね、ダメだ。何回ときメモをやってもこいつと結ばれちまう。ドスコイメモリアル。いいか、これを2枚集めれば試合中でも堂々と休憩できるお得な魔法のカードだ。嘘つくな。胸触ったら腹殴られた。俺でなきゃ見逃しちゃうね。へえ。マジで？旦那が毒に気づいた。なんでわかった？それぞれ武器は持った？スモールライト、ショットガン。とりあえず縄。帰れ。トマトって10回言ってみ。トマト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 。これは？発注ミス。騙された。トメさん、車飛ばしすぎじゃないかい？と言いながら運転席のトメさんを見たら、すでに衝突に耐えるために超高価モードに入ってた。何者？アンパンマン誕生した日の翌日にジャムおじさんに、半額コーナーに行きなさいと言われました。売るな。ハリウッド版トトロのマークロークロースク。適任すぎやろ。引きこもり歴12年の息子が突然、世界を救わなくちゃいけないんだと言って部屋から出てきた。働け。違う、孫悟空ではない。データと一致しない。あれは 96% の確率でヤムチャという人間。あ、転んで死によったで。ちゃんとせえ。オリジナリティ 2.67、 グラフィック 2.67、 サウンド 2.30、 熱中度 3.33、 満足度 3.0、 快適さ 3.67。 検便の結果が返ってきた。どんな評価やねん。いかまんください。あとおでんも、卵と大根と、あと電気代の支払いも。最後にこれ宅急便お願いします。殺すぞ。1階の表の攻撃からゴロ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 。ああ、マー君の給与が間違って俺の口座に振り込まれたらな。平日の昼間からゴロ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 。ああ、ヒカキンの給与が振り込まれたらな。ちょ、そういうのいいからどいて。イルカ見えないじゃん。もっとレアやで。すりむいた皮膚の下から金属出てきた。本当のことを話す時が来たようだな、タカシ。いや、凡庸人型決戦兵器1号よ。エヴァなん。君が欲しいものに弟と書いたから、両親にエロい下着とバイアグラをプレゼントしたんだ。しっかり見ろ、君には見る義務がある。見たない。クックック、キョエイを使って短文を作りなさい。大きなのっぽの古時計、おじいさんの時計。おんちゃな。小学生にしては敬語が流暢すぎると思いませんでしたか？誰よお前。聞こえましたか？ブラジルの皆さん、という大地の神の声が。神ちゃうで。一日目にしてワカメネと草津によに姉さんが脱落か。はらんだな。デスゲームすな。トマト嫌いな人にトマトを食べさせてください。トマトサラダ作ったんや。食うか？食べます。学生が卒論にドラえもんの作り方を提出してきたので。ふざけるな、真面目にやれと怒ったが、何これ、ちょっとマジやん。やんだ。三塁にまだ子供がいるんです。どういうこと？モニターに AV 流せますが、いかがですか？お願いします。優勝したチームから取ったぞ。翼の奥さん、見えるかい？これが俺たちのやり方だ。何してんねん。タイムマシンが故障？例の黒男に壊された。空中移動機能が完全に治っていなかったのに、定員オーバーで暴走したもんで、もうめちゃくちゃ。さ、それじゃあつまり要するに私たち帰れないってわけ？永久に？ゴリラ混じっとるで。流す、戻す、ケツに。ポケット使えや。ポケットだけでいい。マクドじゃなくてマックだろ。だってお前マックシェイク注文してるじゃないか。確かに。星野スミルは僕たちだけに秘密を話してくれました。遠い遠い国にいる好きな人のことをツイッターで拡散してごめんね。ゴミやん。飯はまだか。今食べてるでしょ。すまん、誰だっけ君。新しいデスノートの所有者が常に直球勝負。おお、怖。ジブリタイトルの一部をハゲに書いて面白くしてください。耳を澄ませ、ハゲ。口悪。このこと食べ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 悪夢じゃ。お客様、そのボールレジ通してください。お客様、ナイスです。いろいろあって遅刻しました。何があった？わかめちゃんへ。後ろにいるよ、堀川。ホラーじゃ。息子の顔がうまく思い出せない。半分正解。何か怖い話教えてよ。おばあさんが住んでたの、この家に。昨日まで。イエスタデイ。あいうえお運転。焦らず、急がず、うろたえず、笑顔を絶やさず、追い回す。急に怖なった。兄さん、そっくり。このケーキとっても美味しいわよ。ガバ、とんでもない悪夢だ。結婚するで。一緒にいた食パンマンが跡形もなくやられた。大人気やな。捜査君、たまには寄り道しない？寄り道？はっきりホテルって言えよ。やりますね。礼には及びませんよ。次回はチョキだそうです。情報漏洩すんな。コナン、わしじゃよ。何があった？よかったら無事進級できることになったぞ。お父さんにお土産のもなかとても美味しかったと伝えておきなさい。賄賂渡すな。テスト当日、左から一夜漬けで無理をした。3日前から勉強したが少し不安。テストがあることすら知らなかった。帰れ。俺の頭の
なんか食わずにこれであったけえ飯でも食ってこいよ。優しい。諦めたら相手チームには冷たい。安西先生、姉さんも吸収されるといいよ。苦しくなんかないよ。むしろ心地いいくらいだよ。さあ姉さん、世界観。お客様の声。ゲームセンターのプリパラをおじさんが長時間使っていて困ります。なんとかしてください。当該店舗担当者からの回答。うちの店長です。なしてんねん。うどんぱそっぽです。台車をご用意しました。どんな保険やねん。ボリン、ゴリン、ゴリン、シャクシャクシャク、ゴクン、食うな。課長に謝れ。家に居場所がなくても会社でお荷物でも直接本人に言うバカがいるか。ねえ課長。泣きそうやん。はい、いた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 。タイミング合わせろ。どうした、結婚は嫌か。違うの、嬉しくて。おめでとう。後で話すって。そろそろ正直にフェーよ。俺に惚れたんだろ。ガンです。誤信やな。しばらく顔を変えないと顔も根性も腐ってくる。捨てちまえ。いいかい、これが火星だ。火星はごくわずかだから老化がある。あるか。近いよ。命知らずやな。広告からのサイバー攻撃に対処しながら株価の暴落を抑え、総理官邸に連絡。国を守るのも大変でござるな。えぐ。天皇陛下の前でとにかく明るい安村がネタを披露した時に陛下が言いそうなこと。安心しました。続きまして、アキラ 100% 映画のロケ現場を爆破する。出禁にしろ。いいかい、君がトイレでスマホをいじっていた3分で社会的に救えた人がいたことを忘れないでくれ。あーね。お気づきだろうか、指多いな。叱られたから引いたった。引くな。起きろよクズ、ゲス野郎、役立たず。今日動物園に行くって言ったのに全然起きないお父さん。ボディを攻めろ。バカだね、時間が早く進んだら早く明日になるじゃないか。何のことかわからんけど、はい、これ 0.02mm のやつ。小学生には早い。さあちゃんはねー。コア破壊しないと何度でも再生するよ。ラミエルやん。前後、子犬を拾ってきたしんのすけ。我、恩義ある主人に生涯の忠誠を誓わん。ごついな。出す。うぐ。次の方。ザッツ。カツオ。今日は特別に好きなだけ見ていいぞ。見るだけ。春は揚げ物、あとお菓子。糖尿ひどくなりゆく瀬戸際。でかいな。こわー。もう間違いない。お箸を持つ方がブレーキだ。ガシャー。逆や。俺は中にグリッと塗ったよ。重傷やん。俺はパンチは時速200キロ。一頭の矢を砕く。次回、砕けた右手。次次回、降りない労災。第4話、実は左利き。第5話、悲劇再び。学べ。テレビの前のみんな、 D ボタンでしずかちゃんのパンツの色を予想するんだ。ノーパン。アクルバワー、知ってるのかスネオ。ノストラダムスの予言に出てくる世紀末に月を滅ぼす大王の名前じゃないか。ノストラザマス。帰れ。ちょっとしたものを売って小銭が手に入った。売るな。しどろもどろ。二人のコアをいっぺんに破壊しないとすぐ再生するし、しぶとい双子のカバの女の子。バイキンより強くね。はい、こちらお客様相談センターだぜ。ナイフが怖い。浮気がバレたワイフの方がよっぽど怖いぜ。じゃあな。解決せい。タチションがアリの行列に直撃し、生まれ来る命がこんなことで奪われてしまうのかと思うと罪悪感とションベンが止まらない。何してんねん。飛んで火にいる夏の虫みたいなことを言ってください。もんで捕まるクソ親父。アウト。やめたまえ。地球を滅ぼす気かね君は。お前何してんねん。人はゴミなんかじゃない。時づく。改心しとる。まさか君たちに力を貸すことになるとはね。別に頼んでないわ。よせシータ、僕らはもう仲間だろ。行くぞマルス。仲間？お前を捨てた人がゴイロようだ。お前誰や。見て、僕の巨神兵。そんなんじゃ私のラピュタには届かないわよ。息子はあまり怒らせない方がいいぞ。どういう状況？ははは、見ろ、人がゴミのようだ。作品ちゃうで。先生、クニュルプンポッポみたいなペロンチョおやつに入りますか？なんやそれ。悟空とフリーザの戦いをボイパで盛り上げる。戦え。敵基地爆破。すごい性能だ。何者なんだこれを作ったミスターワクワクってのは。何作っとんねん。悪い、俺死んだ。頑張れ。サザエの野郎、まだ裸足で追っかけてきやがる。運転しとる。実際に販売されています。北朝鮮。ちょっと欲しいかも。待って、やめて。お前は騙されてんだよ。もう決めたの。ダンソン、フィーザキー。立ち止まっとる。フグさばけるって嘘ついてごめん。召されとる。私がプリキュア。違います。なーにが。奴はとんでもないものを盗んでいきました。あなたの心です。だよ、バカじゃねえの。とっとんバカにするな。カバーめっちゃ逃げますね。念のためカメラ止めときますね。ジャムおじさんにカバにくっつかったバーガーを作ってもらいましょう。カバの皮は玄関マットに使いましょう。お前ら人間ちゃれ。カバよ、僕たちパンダから人間の心がわからないんだよな。怖すぎだろお前ら。意外な展開にしてください。警官たちは銃を構え、ゆっくり犯人に近づくトンボを見て秋の訪れを感じた。季節感じんな。どうしてそんなに0点ばっかり取るんだ。お前に会いたいんだよ。ラブコメ。出来すぎの話ばっかするからすべきだった。ゴミやな。見て、しんのすけが使徒を食べてる。ニチニチエヴァ。これは何。ウィンナー。はいデブ、次の方。見たらわかるわ。あの歌の歌詞を老人
4に帰ると現代が見えてくる。見えないものを見ようとして老眼鏡を覗き込んだ。オンチやな。戦う道具じゃないんだよ我々ポケモンは。だから逃げる。戦え。おさおさおさおおお魚お魚くわえたくわくわかごごごごごごわくわえたドラドド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 ラドドドラでこ。BGM 大好きやろ。先生あれは何？小さな泉のせいだ。知能も小さく同じことしか言わんのじゃ。へい小泉。和牛のあの態度ないでしょ。私間違ってます。神沼さんあかんて。また炎上しますから。ルームシャンブルズ。世界観。道具には頼らないって決めたんだ。なんせんねん。キノコも亀も栗も何でも OK よ。アウト。さすが未成年の体だ。違うな。捕まってしまえ。ほら怖くない怖くない。ガブガリガリゴリ。カメラ止めて。投げんな。もしもし久しぶり。なんだタカシか。どうしたんだ。お兄ちゃんは今仕事で忙しいんだ。お兄ちゃん。努力は必ず報われる。バイ高橋みなみみたいな名言を教えてください。やられたらやり返す。倍返しだ。うまいな。体健やかちゃ食べる。かわいい。ウコンの力を飲ませて6次会へ連れていく。どんだけ行くねん。なんだよカツオのたたきってなんだよ。そういうことだ。ゆっくりでいいからお稲荷さんを握って。マスノスケくん。え、そんな平さん。何握っとんねん。これを羽生くんに渡しといてください。泣いてしまったやん。喧嘩で武器を使うなんて卑怯よ。のび太さんおかしいわよ。一体どうしたの。そんなのび太さん私大嫌い。後半君が殴ってたじゃないか。ヘイサイコパース。